和歌山県長郡の範囲長郡は和歌山県にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の軍一機は下記の区域にあたる。木の国の中心であり古くは長と表記し、俗に本紀、大宝3年5月9日上に木の国にわれ、長さの二軍をして布の蝶を止めて糸を剣出しとむとあるのが軍名の初見とされている。 その後、仁紀元年10月7日上には、行して、木の国長軍玉垣、江東宮に至りたもうとあり、長と表記されている。式内社、演技式新名帳に記される軍内の式内社。 51、池田村52、長田村53、小川村54、明志村55、王子村56、狩谷戸村57、河原村58、上明志村59、麻生津村60、龍門村61、安楽川村62、奥安楽川村63、月月村64。 アズマタ村65、中騎士村66、西タ志村67、丸ルス村68、田中村69。 山崎村70、根頃村71、上岩出村72、岩出村73、小倉村74、中の上村75、南の上村76、東の上村77、北の上村78、小川村79、上上の村80、下上の村81、猿川村82、長瀬も、原村83、新国村84、滋賀の村85、 細野村86、友淵村編選表、和歌山県史人物による、ありがとうございます。